はい、こんにちは、増田です。ということでですね、今日もビデオを見てくださって本当にありがとうございます。前回に引き続き、令和時代のヘッドラインということでですね、今日は3つ目をお送りしていきたいなというふうに思います。3つ目ですね、僕自身が実際にビジネスで使って、そして、僕のクライアントさんがですね、実際に使っていって、すごい少ない部数の広告で、ハイリーチですね、ハイレスポンスが叩き出せました。少し長いですけれども、ヘッドラインをご紹介したいなというふうに思います。まあ、どうでもいい話なんですけれども、広告というのは実際にヘッドラインが 99% だというふうに僕は習いましたのでですね、このヘッドラインが決められたら、もうあとはもう茶番ですね。はい。電話がかかってくるとか、もしくは問い合わせがあるとかですね、そういうことになると思いますので、ぜひですね、このヘッドラインをですね、使ってみてほしいなと思います。その3はですね、これです。もしあなたが〇〇なら、この方法はあなたに役に立つでしょうですね。もしあなたが〇〇なら、この方法はあなたの役に立つでしょうですね。ちょっと当てはめてみましょうか。もしあなたの会社の売上が低迷しているのであれば、この方法はあなたに役に立つでしょう。もしあなたが新規集客の悩みを持っているのなら、この方法はあなたの役に立つでしょう。もしあなたが新規集客に悩んでいるのであれば、この方法はあなたの役に立つでしょう。もしあなたが今まで通っていたエステに対して不安を持っているのなら、この方法は役に立つでしょうとかですね。もしあなたがブスなら、この方法は役に立つでしょうとかですね。何でも使えます。〇〇のところにお客様たちのですね、悩みっていうのを当てはめてみてください。そうすることによってですね、自分の悩みが常に分かっている人たちからしてみたら、あ、そのことを、あ、役に立つんだ、みたいな感じで、単純にクリックさせることができるはずです。もしあなたが〇〇なら、この方法は役に立つでしょう。ぜひですね、使ってみてください。次回もですね、ヘッドラインをですね、令和時代のヘッドラインを送っていきたいなというふうに思いますけれども、次回はですね、非常にシンプル、かつ、強烈な、アドバタイジングのですね、ヘッドラインをお話ししていきたいなというふうに思いますので、ぜひ、楽しみにしていてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。